こちらの中でご飯を食べてもらいます。ヤニさんがですね、カボチャの器の中でご飯を食べてます。こちら下の方でも食べてもらいましょうね。ちょっとね、容器が小さいので順番今晩で食べてますが、頭を突っ込んで食べております。ヤニですね、高いところでもこのようにバランスをとってご飯とか食べることができます。